動画のご視聴ありがとうございます。夢咲みむです。バカサスペンス鈴木からやっていきましょう。ということで、どのくらい間が空いたでしょうかわかんないぐらいに間が空いてしまいましたが、シリーズとしてというよりは忘れた頃にという感じになると思いますが、忘れはしないのでやっていきます。そう、評価 C なんだよなこれ絶対評価もうちょい上でいけたろうな。で、紅のカリフラワー来たよ、この中二病感満載のタイトル。意外とね、一つ一つがボリューミーというよりは多分サクッと進める内容量なんだろうけど、ツッコミどころが多すぎてボリューミーになります勝手に。うん、ということで多分今回もね、この1話分で終わると思いますが、紅のカリフラワーやっていきましょう。あらすじだけ読んでいこうか。翌日、いつものようにサークルに向かい事件は起こった。はい、ああ、一番大丈夫。はい、そう、まだ出てきてないキャラクターがいるからね、出てくるのかな。ごそ、はい、ごそごそ。スポ？何の音だ？カリフラワー、これを、うん、サドルの代わりに？それどういう事件なの？翌日の放課後、あ、来た、アホだ。アホだ、久しぶりだな、アホだ。飲みさーって書いてある。俺はいつものようにサークルに顔を出していた。下の壁、どうした、それ。さて、改めて紹介すると、俺たちのサークルは、うん。日々の小さな発見サークル。ほう。そういえば何のサークルだか知らなかったね。そんなサークルだったんだ。あ、それで飲みさーなのお前らかよ、飲みさー。人呼んで飲みさー。うん。まあ、すぐに集中力が切れて飲み会になるんだけどね。絶対その飲み、おおおおお。早速じゃん。深夜くん。新しい新キャラだね、深夜くん。実にくだらないサークル、じゃあ来んなよ。じゃあ来んなよ。なんで入ったんだよ。サークルだ。こいつは深夜、人を見下す性格で、友達が俺しかいない。いいやつだな、アホだ。唯一の友達になれるっていうことは、すごい心が広いんだな、アホだわ。こいつもバカだ。今日は帰らせて、うん、どうぞ。バイバイ。さよなら。来たばっかじゃん。何しに来たんだよ、お前。おお新キャラ続きでキャラが出てくるたびに驚いてしまう。この子可愛いよね。しずくさん。うん。深夜にしずく。なんか、し始まりだね、どっちも。深夜さん、もうお帰りに。そしてこの美女、美女。しずくちゃん、優しくて可愛くて彼女にしたいナンバーワン、お前の中で。深夜さんも、この後の飲み会に参加されませんか？しずくちゃん、深夜は忙しい男なんだよ、おい。急に切ったな。スパッと切ったな。男の数を減らそうとしてんな。一話でもそういうこと言ってたよな。深夜は忙しい男なんだよ。邪魔しちゃ悪いしさ。この後は飲み会。男は一人でも少ない方がいい。その考え方は変わらないんだね。その考え方はずっとあるんだ。いいに決まっている。おー、ちゃんと帰るじゃん。ちゃんと帰るって言い方おかしいけどね。普通帰らない方が正しいんだけど。さらばだ。タイトル名付けてんのお前か？ふん、さらばだ。バイバイ。じゃあ深夜は残念だけど、ちょっと休憩を挟んで活動を再開しよう。そうですね。少し喉も渇いたところです。あ、さくら。なぜさくらは、あれな、好かれてんのかな、あの緑色の女の子に。バナナジュース飲みたい。あ、じゃあ俺みんなの分のジュース買ってくるよ。外でも活動してるやつらがちらほらいるな。そうだよね。お、写真部？クソ写真とか言うね。あれは写真サークルのやつかな。さて、しずくちゃんは、あ、そう、若葉。若葉なんでそんな桜好きなんだろうね。しずくちゃんはココア、若葉はレモン、あ、ぽい。桜はバナナジュース。他は買い忘れたことでしょ。おい、男にも気を使え。5分後活動が再開された。お、またかだ。おらおら、夏が近づいてきたって感じね。ほらほら、蒸し屋蒸しして活動始めるよ。わざとか、お前わざとか蒸し屋蒸ししてって。うん、昨日トイレで大きな発見があったばっかりだしな。あ、犯人？今の声。お、皆さん窓の外見てください。はい、見ます。あれはどうした？どうしたよ、深夜。深夜、お前か。深夜。え、何これ。イマジにしか見えないんだけど、ひらがなで。何回叫ぶんだよ、そのアングル。映画部か、お前は。ちゃんとカット割りして、そのためにセリフを言い直すっていう。落ち着け、アホだ。自転車だ。自転車を見ろ。うん。あ、これがカリフラワー？あれはサドルじゃなくてカリフラワー。すごいね、把握能力が高い。よくすぐにカリフラワー出てきたな。サドルはどこにもない。誰かが盗んだってことが。考えるのは後、早く向かうわよ。そうだね。オッケー。飛び出したサクラが、うん、ドアノブを回した時だった。はい、
あらまあ、バキ、取れちゃった。ああ、取れちゃった。あんま反応ないね。ドアノブ取れた。お前はリアクション芸人か。あーちゃー、扉が古くなってたのかもしれないね。てか、部屋が古いよ、これ。何やってんだよ、さくら。そんなに怒ることないでしょ。喧嘩してる場合じゃないよ。いつもヒカルが仲裁に入るのかな。その通りだな。今は外に出る方法を考えないと。待ってろ、深夜。じゃあ、ちゃんと友達思いではあるよね、アホだ。必ず助けに行くからな。とね、最近花粉症がね、すごくて、すごく喋りづらい。みんな、花粉症大丈夫？バナナあんだよ、また。まずは外に出る方法は、はい、考えましょう。ああ、2回目だけど懐かしいな。可能性で全然集中。これ、かなのか、こんな音する？なんだこれ。で、今は深夜を助けないと。あれ？あ、深夜のことしか頭にない。まあ、ヒカル、可能性で集中ができないんだけど、どうしたらいいかな。う、バカ。バカってか、アホだもんな。あ、しゃあない、しゃあない。殺虫スプレーもないし。絶対蚊の音じゃないって。あ、ヒカル、頭に蚊が。え？じっとしてろよ。ぶったたいてやる。え、いいよいいよ。自分でどうにかするから。そうだよね、痛いよね。前回の発見、赤城の、いや、言ってやるなよ、これ。言ってやんのよ。だって、深夜と雫、その時いなかったじゃん。バラしてんじゃん。何してるの？早く出る方法考えなさいよ。蚊のせいで集中どんだけ蚊に聞い取られんの？うん。いやだ、さっきより増えてない？増えたってどこから入ってきてるって？どこかから入ってきてるってことか。いや、え、蚊の話そんな重要なの？さくら。あ、これ、あれじゃん、前やったやつだよ、この。声がひどい。シェアハウス、このポスターに貼ってあるやつがちょうど前やったやつだ、すげえ。シェアハウス、僕は殺してないだったっけ？内容は覚えてんだけど、タイトルちょっと曖昧だな。以前実況しているので、再生リストも作ってあるので、よかったら見たことない人見てみてください。時間があれば。なんかかゆい。刺されたのか？蚊がどっかから入ったんじゃないの？アホだ、なんとかしてよ。よし、俺に任せろ。パチンパチンって言うな、声で。これ何？は？メダル？隠れた赤木、あ、何？赤木？あ、なんだ、あれから心が傷ついた、昇進したことによってもう出ないことになったの？そういうこと？隠れた赤木を探し出す。赤木メダルはいろんなところに隠れているよ。全部集めていいことあるかも。ここは？もう深夜のことしか頭にねえんだよな、こいつ。あ、こっちか。あれ、この窓開かないぞ。固定されてんじゃん。川窓から入って、そうか、顔先にやるのが。どこから入ってる？どこから、どこから。しずくちゃん？しずくちゃん？なんで？え？周回移動でもしたの？うん。これ何真ん中？サークルに来た時に書く出席表。はい。そうそう、深夜のやつ。あ、これ深夜か。名前を大きく書きすぎて、俺のスペースが小さくなってるんだよな。まあ、あるよな、そういうの。一人が勝手をすると一人が苦労をするっていう。苦労ってほどでもないけど、これ。会話変わるのか。なあ、しずくちゃんがいないんだけど。多分どこからだよ。言えよ、しずく。外に出たんじゃないかな。そんなのあったらとっくに気づいてるよ。パッと見気づかないところにあるんじゃないか。言えて、しずくちゃん。一人で行かないで。忍者屋敷みたいな隠し扉が。なあ、ゴミ箱の後ろとかは？ちょうど出口側じゃん、ゴミ箱。うん。これ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 。あ、でもなんか猫扉みたいな、猫扉にしてはちっちゃいな。下になんかあるけど。わがば。なあ、しずくちゃんがいないんだけど。先に外に出たんでしょう。どうやって。あの子細いじゃない。なんかみんなあんま気にしないんだね、そこらへん。だってさくらが一番最初にドアノブひねったんでしょ。なんでってならないんだ、あんまり。どこか隙間から通り抜けた。細くてもなんていうか胸がつっかえそうだけど、お前言うな、そういうこと。じゃあ、おお、言わないんだ、そこは。ツッコミしないんだね。ツッコミしそうだけどな、若葉なら。じゃあ、隙間を通るのは無理ね。あ、でも若葉なら、おい、失礼。どこ見て言ってんのよ、うざいよ。うざいよ、そうだね。よく伏せ字にしてくれた。さくら？なあ、さくら、しずくちゃん知らない？知らない。どこ行ったんだろう。これはもう、調べられる、何か。いい加減、もう深夜から離れてくれ。あ、ここ？おい。え？逆に、なんで気づかなかったの？なんで気づかないの、みんな。
こんなところに大穴あって、よくこれ修理しないね。学校側も、学校もおかしいって。これおい、誰がやったんだ。後で先生に報告しなくちゃよ。誰がやったんだじゃないよ。もっと驚け。どうでもいいんかい。どうでもいいでしょ、行くわよ。ああ、深夜を助けに行こう。まあ行くけど。現場の駐輪場。深夜には悪いけど、俺の自転車が被害に遭わなくてよかった。まあまあまあ、それはそうやね。現場に行けるようになった。はい。なんだこれ。おい、いや、じゃあ深夜を助けるために調査してるわけだから、もう調査してくれ。深夜を助け、まあじゃあ深夜を調べないとダメなのか。深夜。どうした。そんなに気絶するほどの衝撃受けた。さ、さ、うん、サドル、はい。おい、死んでる死んでる。死んでるというか今死んだ。昨日から手のかかる男どもね。私が医務室に行ってくるわ。あ、ありがとう。それは頼む。赤羽、あ、一緒に行く。おい、倒れんな。ここここもここ、やっぱ桜好きなんだな。まず桜なんだな若葉は。しずくちゃん、いたたたた、すいません、急いで医務室の。ああ、なるほどね。本当にちょっと怪しいけど、まあまあそういうことにしておこうか。怒ってる、怖い、普通に怖い。桜、桜、あ、大丈夫じゃないかもしれない。大丈夫じゃない雰囲気がする。声が上ずった状態で今喋ってるぐらいにはびっくりしたよ。この表現ぶりに。あ、ごめんなさい桜さん、大丈夫ですか。前方不注意により雫に衝突、目立った外傷なし。え、よってこの事件の解明を急ぐ。桜、どうしちゃったんだ。始まったわ、現場検証開始。あ、じゃあお前が全部解いてくれ。こっち休んでるから解いてくれ。自転車にはサドルがなく、不自然にカリフラワーが転がっている。そのもっぱらに倒れている深夜のズボンは真っ赤に染まっている。これから導く、あ、これ真っ赤なんだ。導かれることは。深夜が自転車にまたがった際に、カリフラワーはサドルの役割を果たしきれず、そのまま深夜の尻に。そういうこと。え、ちーちゃん、いや、それ結構重症だよ。そうだとしたらめちゃくちゃ重症じゃん。血こんな出てたらさ、貫通しねえだろ普通。状況見て一瞬で分かったなんてバカしかいねえ。本当に本当にタイトルに恥じないねお前たち。名探偵の誕生です。いや、すごいけどさ、さくらの身に何が起こってるんだよ。何かの拍子に覚醒することがあるのよ。ずっとこのままなのか、いつ戻るかは私にもわからない。検証に、検証さん、自転車のサドルを盗んだ犯人は 99.85% の確率で。なんで？理由を述べよ。アホだ。なるほど。で、なんで俺になるんだよ。アホだ。どうしてサドルなんか盗んだんだ。ご友人の、しかも男性のサドル、いや、もう女性のサドル盗む方がやばくない？いや、男女関係ないけどね。しずくちゃん、もしかして引いてる？俺じゃないよ。桜が言ってるんだし、あんたが犯人でいいじゃない。桜全肯定女、俺でいいってなんだよ。お前めんどくさくなってるだろ。でもこの事件、放っておいても深夜がちょっと困るくらいだしな。容疑者アホだ。窃盗の罪で刑法235条、10年以下の、そんなに行く、懲役、まあ以下っつってもな、50万円以下の罰金に。いいかお前ら、俺は絶対に盗んでいない。泥棒なんてごめんな。こうなったらサドルを盗んだ犯人絶対に見つけてやるからな。これ見つかったとてアホだの時はこんなに重罪な感じにされるのに、真犯人にはみんな甘いパターンだよね多分な。いつの間にかいなくなってる。クソ。写真部か、写真サークルのやつか。さっきのクソクソ写真って言ってたよな。てれれ、アホだ。ゴミカゴの中に写真を見つけた。これ駐輪場だよな。現場写真は欲しいと思ったところだけど、そのクソ写真でいいなら持っていけないよ。ああ、写真撮って、お前いたんだここに。本当は鳥が撮りたかったんだけど、木の上に邪魔なものがあって撮れないんだよな。あ、ヒントじゃない？写真さ、木の上、あ、はい、鳥がいる。鳥とかどうでもいいしな。いや、鳥じゃないんじゃない。なにこれ、スマホ。そういう話じゃない。お前もっと興味持って、いろんなものに。あ、いやね、
どう、え、さ、茎が刺さったんじゃないの？上の部分って刺さらなくない？頑張っても頑張っても頑張ってもというか、刺さるとかじゃないじゃん、上の部分はさ。どちらかというとクッションの役割はちょっと厳しいかもしんないけど、潰れるぐらいだと思うよ。刺さるんだったら茎の部分だから後ろだと思うんだけどさ、サドルとして使うならこの向きで合ってるんだけど、あんだけ大量出血するぐらいに刺さるってなったら茎側じゃないとおかしいと思うんだ。上、紅に染まったこのカリフラワーも、うん、おい言うな言うね、思ったけども、いやちょっと語呂悪くない？紅に染まったカリフラワーで終わるじゃん。カリフラワーで終わるよ。慰めるやつはもういないんだ。うん、潰れて茎が深夜の尻に突き刺さり紅に染まった、いや重傷だって。はい、何これ、しずくちゃんが倒れた場所に何かリップ、うん、後で返し、おい返せお前、はい、はいはいはい、犯罪、はい、窃盗、盗み、泥棒泥棒なんてごめんなって言ってたのに。さくらかこれ、バナナの皮いい加減ゴミ箱覚えてほしい。なんで目の前にあるのに捨てないの、これはそうだな、いらないいらない。スマホ、プラモデルを60個も作れるゲームをしているらしい。俺一つも完成しなかったんだよな。流行ってんのそのゲーム。しずくちゃん、ねえねえしずくちゃん、昨日の飲み会どうして来なかったの？深夜もそうだけどさ。私は用事で欠席したのですけれど。深夜さんは、病院、出血、別の理由じゃない？ねえあれだって刺さらないじゃん。病院に行くとおっしゃっていましたよ。あいつか病院、さっきまでピンピンしてたけど。何のご病気かは教えてくださいませんでした。深夜が病気、ほう。またお腹でも壊した、顔色が悪いよ。このままじゃ泥棒で警察行きだからな。そんな警察行きになることなのかなこれって。捜査に協力してくれ。ごめん何もわからないんだ。わかった、じゃあしずくちゃんの好きなものでもいいから教えて。関係ない。あ、それなら、おい答えるな。バカ、今日何回バカって言うだろうね。さくらとしずくは動物が好きらしいよ。さっき動物園に誘ってみるよ。何今そういう話をする。深夜の尻はかなり深刻よ。会うのは後にしなさい。ああそうだな。ま、逆にこんだけバカな方が恥はかかないかもね。だからみんなバカすぎてことの重大さに気づいてないというか、あっけらかんとしてるというかさ、恥ずかしいことと認識してないね。いいことかもねそれは。それでだって深夜は被害者だもんな。深夜が恥ずかしがることでは本来ない、なくていい、いい、うん、まあ、うん、なんだろうねこのよくわからない感じでもまあ深夜被害者だし、こんだけみんな気にしねえんだったらいいんじゃねえかなってなるわな。うん、意味っすか、困ったわ。何かだ、さっきさくらに怪我がないか確かめた時の話よ。あの子スマホ持ってなかった。お前母ちゃんみたいだな。多分ぶつかった時に落としたんだわ。じゃあさっき落ちてたスマホがそうなんじゃない。容疑者アホだの事情聴取を開始する。本気で俺を潰しにかかってきてるじゃん。君は休憩時間ジュースを買いに行ったらしいな。その時駐輪場で深夜を見かけたか。あの時はいなかったよ。これで確信した、窃盗犯はアホだで間違いない。なんで？理由は後ほどみんなの前で発表するとしよう。大丈夫、かませ犬探偵だこれは。こいつの検証邪魔してやろう。そうだな、バナナ食べないが拒否。バナナだぞ、お前バナナ好きだろ。私にそんなデータはない。え、さくらの時の記憶がない、そんなことある？さくらはさくらじゃん。はい、あ、これ、誰のロッカー？これ誰のロッカー？ん？どこかで見たシールがついてる。なんだったっけ？これカリフラワーと同じだよ。これ、誰のロッカー？はい。お前の弱点を教えろって言った？バカじゃない？無意無能、無学、文、盲、バカ人間。今の発言重要なんじゃないか？いや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 、大したことじゃない。覚醒したさくらは IQ80 を超える。ああ。なんかどっから突っ込めばいいんだろう。まあいっか。今回潔く諦めるのね。そんな。IQ を上げる方法ってなんかないのか。頭を打ちなさい。IQ が跳ね上がるかもしれないわ。
いや、重要じゃない。ダメだ、こいつら発言がおかしい。何やこれ。わかんないな。じゃあ、ちょっとスマホさ、これ、そう、これ桜だよね。あ、鳥だ。桜が落としたスマホだな。てか、この待ち受けの鳥、一羽だけ変な模様だな。あ、なんかあの話みたいだね。ミリクエア昼の子みたいな。こっちは、あ、ほわほわ、ほわほわ。あ、ヒナ。写真サークルのやつ、鳥のヒナを撮ろうとしてたのか。ほわほわ。絶対ほわほわじゃない。かわいい。しずくちゃんは動物が好きらしいし、撮ってみせたら喜ぶだろうな。あ、撮った。てれれ、アホだは女子が好きそうな写真を手に入れた言い方。そろそろ降りるが。はい。と、こっちが、これ何？あ、そうか、大メッセージ。大事じゃん、これ。やっぱイマジだよね、イマジ。わけわかんねえな。イマジ？イマジネーションしか思い浮かばないんだけど、イマジで。深夜が倒れていた目の前にある自動販売機。定番のものからレバーオレ？草やスパークリング。幅広いラインナップ。幅広いとかの問題じゃなくない？企業に困惑するわ、もう。まあ、生徒が喜んでるんなら、いいのか。君マークしてる？思い出した。なんだ？晩飯、わかめを食べ始めた。え？何も重要じゃない。驚くほど重要じゃない。あ、てか、行ったんだ。ああ、かわいい。メガネケースを忘れた。アホダに届けさせろ。あ、わかった。あ、ちょっと待って。あれ、メガネケースか、置いてあったやつ。深夜さんはこう続けになりました。俺のサドルはプロに作らせた一級品だ。アホダに探させろ。あいつ、友達が俺しかいないからってこげで。で、逆に言うとあっちも友達として信頼はしてるんだ。信頼っていうか、友達っていう認識はしてんだね。アホダでもわかるよ。サドルの特徴を教えてやろう。スマート、それ本当に特徴なのか。深夜さんは声を出すのも必死でした。きっと何かサドルの手がかりになるはずです。そうかな。でもこれ以外にサドルの手がかりはない。もう一度言いますよ。サドルの特徴は俺にふさわしくスマートだ。いし、これは重要なのかもしれない。音が消えた。ちょっと待って。あ、戻った。これがメガネケースなんじゃないかな。だよね。オラジナール。あ、なるほど。大変なんだ。やっぱそういうことだよね。あんななんないよね、普通。あ、いるじゃん。いや、お前は何なんだ。重要なのか。これセーブあったっけ。あ、セーブがない。あ、やりますか。ちょっとだから、そんな走って収集するほど人いないよね。アホだ。あとメガネかけてる。でいつでもかかってこいって何なんだよ。はい、誰が犯人なのか分かってないんだけど、まだ。まだ分かってないんだけどな。まあ、いっか。絶対話の流れを変えないと。アホだ、本気でやり合うつもりかい。無駄よ。その通り、現時点をもって全ての検証が終了した。来やがったな、さくら。なんかノリがいいよね、こいつら。俺だって事件を捜査してきたところだ。お前の推理と俺の推理、どっちが正しいかみんなに聞いてもらおうじゃないか。勝負になるの？ああ、さくらは一瞬で状況から推理できる検証のスペシャリスト。その検証段階では85% の容疑だったが、事情聴取で君の容疑は揺るがないものになった。どういうことだ。君は休憩時間に深夜と会わなかったと認めたな。これは深夜がいなかったからサドルを盗んだと言っているようなもの。アホだ、君は休憩時間に犯行に及んだに違いない。自供まで引き出していたなんて。始まる前からの大手。まずい、みんな桜に流されている。ここでギブアップをしたら面白いな。俺が休憩時間に犯行に及んだその発言は、休憩、おかしい。俺が休憩時間にサドルを盗んだ、それはおかしいんだ。おかしなところはないように思いますが。面白い、そこまで言うからには提示せよ。君が休憩時間にサドルを盗んでいないという証拠を。
あ、てかこれ3つもある。これじゃない、休憩時間に写真サークルのやつと会ってたみたいな。よしよしよし、これは写真サークルのやつが撮った写真だ。てかまあ写真にその自転車が普通に写ってるからか。いつもの駐輪場に見えるけど、まさかこの写真俺がジュースを買いに行った時に撮影されていたんだ。つまりどういうことなんだ。さくらは俺が休憩時間にサドルを盗んだと言ったけど、うん、休憩時間の後だね。あれ、あ、ちょっと待って、写真もう一回見ていい？あ、違う違う違う、そうじゃない、ズーム、あ、もうなってんじゃんなってねえかと思った。前だ前だ前だ、うんうん、ちょっと待ってちょっと待って、神業的超スピードね、なってないかと思った。そういうシーアさんのサドル欲しくないです。うん、休憩時間の前だ。ごめんごめん、写真もっとちゃんと見ときゃよかった。なってんねもう。すでにサドルを盗まれていたんだよ。あ、本当だ、サドル部分にカリフラワーが刺さっています。アホだを助けるわけじゃないけど、休憩時間に写真サークルのやつがうろついていたならサドルを盗むのは無理ね。確かに無理だ、その写真が本物であればな。本物さ、写真サークルのやつに聞いてみてくれよ。大した自信だ、裏付けを取るまでもないか。信じがたいわ、アホだがサクラと分かり合っている。すごい、バカとバカとバカとバカしかいないバカとバカとバカとバカしかいなかったらもうバカの中で天才が生まれるんだな。そして天才同士に見えてしまうんだな。これがそれどころか、サクラの推理をひっくり返した、見直したよアホだ。なるほど、君の捜査力は本物のようだ。へへ、真犯人までは分かんないけどな。同じだ。いや、誰なんだろうな犯人。ではそろそろ本気を出そう。はい、休憩時間には犯行が不可能ならば答えは一つ、君は休憩時間より前にサドルを盗んだというだけの話だ。ちょっと、どうして俺にこだわるんだよ。休憩前とはいつのことでしょう。唯一の友達だから。そうだね、深夜が登校してから授業終わりまで7時間超あるけど。うん、アホだに限らず誰でも自転車に近づけたんじゃないか。そうだそうだ、やれやれヒカル。もちろん私には決定的な証拠の用意がある。なんだ、てか音消えてないか。やっぱ音あるよね相談してみたはずだ。深夜のダイイングメッセージを。深夜さんは死んでいません。深夜が何か書き残していったってことでしょ。全然気づかなかったわ。興味持てないだけだろ。しかしまずいな、俺が解読できなかった文字を。さくらはあの頭脳で解いたんだ。イマジ、音がまた、もう、なんなん、音までこっちを揺さぶってくんのか。急に戻ってきたな。うん。このダイイングメッセージの正体は、シーザー暗号？何それ？あ、シーサー？沖縄のシーサーね。サラダのことだよ。例えば ABC のアルファベットを1文字ずつずらすと BCD になる。こうやって元の文字を暗号化する。なるほど。さすがさくらね。よくわかったわ。うん。これを踏まえてイマジを1文字ずつずらすと、はい。あ。まあ一文字か。うん。でもさ、自分が危険な目に遭ってる時にこんなめんどくせえことする？見つけてほしいんだが見つけてほしくないんだが分かんないじゃん犯人。嘘だろ、俺の名前。小さな、いえ大きな発見です。それもサークル創立以来、いや世紀の大発見だ。嘘だろ、深夜はそんな深夜はそんな賢いわけがない。うん、みんな目を覚ませ。深夜がそんな賢いわけないだろう。あ、さくらさんの推理にばかり気を取られていました。悔しいけど今日一番納得したわ。さくらは頭を打った直前の記憶がないみたいだから教えてやろう。深夜はバカなんだ。まあみんなバカだけどね、この世界の住人。友達の俺が保証するよ。深夜は絶対に暗号とやらを知らない。それは本人の証言か、君の推測に過ぎない。それだけじゃないぞ、尻を刺されたんだ暗号の。そうだよな、それはごもっともだよ。暗号なんて考える余裕あるか。でもこれが暗号じゃないなら何だって言うんだ。暗号じゃないなら暗号じゃないんだ。つまりそのままの意味ってことか。ごたくはいい、証拠で示せ。あ、ごたくはいいか、証拠で示せ。
イマジ、これがそのままの、何イマジって、あ、イマジ、イマジ、わかった、はい、暗い。深夜のメガネケースにこれが入っていた。それは CM でおなじみ、地の軟骨オラジナール。イマジ、つまり深夜は地なんだ。それはでかい声で言うな。今地ということですか？そうに違いない。地を患っている上に凶器が刺さったとしたら、あの大出血も頷けるわ。それは確かに、確か、うん、確かに。大方、今地なのにくだらんことをしてくれたな。高きたかったじゃ、長い長い。気を失うぐらいの衝撃を受けて、そりゃ長い。深夜だし。地の、地が地のあたり、そうだよな。深夜さんの頭の悪さを物語っています。そうね。彼に暗号なんてやっぱり無理よ。こんなひどい推理がまかり通るのか。認めない。認めたくはない。でもアホだ。俺たちは結局振り出しに戻っただけじゃない。そうね。今の話で分かったのは犯人じゃなくて、アホだが犯人だと特定できないってことだけ。いや、そうなんだけどさ。今日のところはみんな仲良く容疑者ってことで。探偵の髪風にも置けない。お気楽なことに君は自分の容疑を晴らせたと思っている。君は犯人だと特定できないだけであって、君は犯人候補であることに変わりはないというのに。おい、どうして俺ばっかり。検証を再開すれば、私が君を捕まえるのは時間の問題。若葉、桜がなんか煽ってくるんだけど。バカね。桜はあんたの推理力を認めたからこそ一緒に真犯人を探してほしいと言っているのよ。幼馴染み？ここ。え、そうなの？桜。検証開始。話しかけないでほしい。桜やる気みたいだ。あ、続くんだこれ。誰にでも犯行が可能なら大学にいるみんな容疑者になるけど、確かに。この大学に何人人がいると思ってるの？探すのは無謀よ。犯人特定って本当に無謀なのか？例えば、現場の凶器と結びつくものがあれば、犯人像を絞れるかもしれないな。現場の凶器と結びつくものなんであったか。凶器ってこれではないわけ？結びつく、あ、こっちか。はい。結びつくだからこっちか。この包装紙はここサークル室に落ちていた。ただの包装紙に見えるけど、それが犯人特定と関係あるのか。おそらく。この包装紙はこれを包んでいたんだ。これで、ここだ。はい。よし。それは、現場にあったカリフラワー。カリフラワーの包装紙がこの部屋にあったということは、犯人はこの中にいるんだよ。そんな、俺たちの中にいるっていうのか、信じられない。爪が甘い。その包装紙が現場のカリフラワーとセットだとは限らない。え、そうよ。世界中にどれ、いや、あの、世界中にどれだけカリフラワー農園があったとしても、大学にすら持ってくるやつどんだけだと思ってんだよ。いねえよ普通。何かつかめそうだというのにここまで来たら引けない。うん、証明するには、あ、シール、はい。ちょくちょく音が消えるシール見てくれ、とりあえず。はい。あ、白森農園と書かれています。現場のカリフラワーにも同じく白森農園のシールが貼ってある。同じ農園。じゃあ本当にこの中にいるっていうのか。誰なんですか、深夜さんのサドルを盗む変態さんは。その深夜のサドルを知らないんだけど、誰か覚えてないの？犯人もサドルを見つけてあげたいけど、特徴もわからないんじゃな。サドルのと、あ、よかった。はい。よかったよかった、これ証言残しといて。俺にふさわしいスマートなサドルだ。え、何？聞こえない。深夜のサドルの特徴は、深夜にふさわしくスマートなんだよ。それを感想という。色とか形とか教えなさいよ。何の手がかりにもならないわ。もうやめよ、やめやめ。待ってください。深夜さんは激痛に苦しみ、声を絞り出すようにして伝えてくれました。全く無意味な証言だとは思えないんです。雫がそこまで読んだ。考えてみようよ。スマートなサドルなんだよね。スマートフォンみたいな形のサドル？さくら、スマートってどんな意味なんだ？スマートは賢いという意味を持つ。そうか。自転車の場合、スマートは高性能、という意味を持つ。さすがさくらね。で、深夜のサドルは何が高性能なわけ？深夜はサドルに並々ならぬこだわりがあった。それを考えれば。うん。部品、素材、音楽が急に来る。素材？合ってた？合ってた？音楽止まるな。サドルの役割って資料を支えることだよな。深夜ならなおさら、そう、字抱えてるからさ。サドルのクッション素材にこだわるはずだ。
そうか、深夜は地持ち、尻に優しい素材を使うってことか、そういうことだ。プロにサドルを作らせた理由もこれで納得です。じゃあ深夜のサドルは柔らかいクッションパッドが特徴ね。サドルの手がかりはつかめた。だけど、お？音楽がないのが気になる。戻ってきてくれ。よし、強制的に戻らせた。この音は俺のじゃないな。え？あ、これ？あれも違うの、これ自分のだな。あ、これ？あ、これか。そうそう、このスマホ現場に落ちてたんだけど。どうしてあんたが桜のスマホ持ってるの？いや、だから拾ったんだって。ほら返すよ。まあ、お可愛らしい鳥さんですね。あ、今ならしずくちゃんにあれを見せるチャンス。あ、はい、どうぞ。関係ねえだろこれ事件に。見て見て、しずくちゃん、その鳥俺も見つけたんだよ。可愛いよな、このひな。え、それ、え、あ、しんや、大丈夫、大丈夫。あの、無理すんな。無理すんな、お前本当に。しんや、黙れ。医務室を抜けて大丈夫なのですか？かまわん。それより貴様、そのサドルはどこだ？え？あ、鳥？鳥犯人？そういうこと？どこって、それをみんなで今探して、その鳥の寝床はどこにあると聞いている。な、それって。まさか、菅サドルだとおっしゃるのですか？まさかも何も本人がそう言っている。ミステリーだわ。一体なんでサドルがヒナの巣になってるのよ。誰かが、うん、巣を誰かが盗む。どっちでもよくね。もうだ、鳥じゃん。鳥。聞こうか、鳥に。鳥の巣が深夜のサドルと判明した。この状況から考えて犯人はあいつしかいない。鳥。あ、ここでしか選べない。鳥。鳥。え？しずく？しずくちゃん、犯人は君だ。そんな、どうして？聞かなくていいわ。今からアホだは口が聞けなくなるから。ごめんなさい。あ。え？誰？あ、さくらが撮ってたからさくらか。そういうことか。さくらがそのヒナに気づいたから、ちょっと待って、情報、これ見ていい？ズーム。あ、ここまでしか行けないか。ちょっと、サドル、もうちょい見たいんだけど。まあ、いっか。うん。そんなの犯人に聞くのが手っ取り早いだろう。なあ、さくら。バカ、どうしてさくらがそんな汚いものを盗まなくちゃいけないのよ。待ち受けのヒナは、現場で俺が見つけたヒナと同じ。その巣が深夜のサドルだった以上、さくら、お前が事件と無関係だとは思えない。え、何今の。なんか、腹がすごい、うごめかなかった。たわけ。なんだ今の。いや、あまりにひどい推理だ。何？君はそのヒナが何か知っているのか？鳥だろ？スズメ、モク、カラスかカラス族、それはハシボソガラスのヒナ。ああ。ハシボソが、うん？とにかくカラスってことだね。そんなありふれた鳥だ。私は別の場所で撮ったかもしれないな。いやいや、そんな都合のいい偶然、あるはずがない。駐輪場のヒナだって。それにヒナの数が違うだろ？ヒナの数？俺が見た時は4羽しかいなかった。でも俺の推理が間違っていないのなら、ヒナはあと1羽いる。それが今腹んとこで暴れたのか。あと音、あと1羽ヒナがいるはずだ。あくまで主張は変えないか。なぜ音が、これ消えるの。バカね、そんなのサドル見つけるより大変に決まってるでしょう。いや、俺の勘が正しければ。サクラにかけよろ。おー、桜、袋の中見せる変態。気が触れたか、こっちに寄るな。桜待って、そっち。そこで役に立つんだ。つる。でもそれ爆発の音だよ。転んだとかじゃなくて爆発した時の音じゃん。うん、頭の上。鳥さん、写真と一緒の鳥さんです。これでもう逃げられない。深夜のサドルを取ったのはお前だ。自覚ありだったんかい、お前クズじゃねえか。そうだよ。え？はははは、物の2秒で解決だね。さくら、戻ったのね。さくらを戻す方法を考え、ああ、なるほど。バナナ女、貴様。よかったわね、さくら。スマートな深夜は許してくれるそうよ。え、スマートな深夜さんが、そうお簡単に、感情を荒げるわけがありません。なんでこう、真犯人にはみんな甘いんだろうね。アホだにはすげえ強いのに。なんたって、スマートな深夜だからね。ふん、当然だ。
深夜がバカでよかった。鳥の巣がボロボロだったから。そういうことだったのね。どういうこと？これは少女とヒナのハートフルストーリーだったのよ。これホワホワが気になるわ。少女は数日前、駐輪場で巣から落ちたヒナを見つけたわ。心優しい少女はヒナを巣に戻してあげたいけど、その時気づいてしまったの。ボロボロだ。こんなボロボロの巣ではまた巣から落ちてしまう。止まるな BGM。 車内も。そして今日少女は出会ってしまった。ちょうどいいの発見。座る者を優しく迎え入れるふかふかクッションパッドのサドルに。桜さんは小鳥さんのベッドを探してあげたかったんですね。10万のな、10万の。いや、この話には10万以上の価値があるね。桜は盗んだ罪悪感からせめて代わりにとカリフラワーを刺しておいたのよ。分かってあげて、桜。優しくない。いえ、それならちゃんと話をして。桜の優しさを。もういい、お前優しい。本当だよな、深夜の気持ちはな。アホだアホだ、やっぱお前が一番常識あるわ、この流れは。で、優しいわ深夜の。それ深夜優しいな。10万もつぎ込んで作ったサドルなのに。ヒナたちのペットになったのか。これからのヒナの成長が楽しみだな、さくら。なんかごめんね。フライドチキン、おい。やべ、クズ。めちゃくちゃクズ。ぶん殴ろうかと思っちゃったよ、今。ダメだけど。暴力は良くないからね。良くない、良くない。うん。さくら？さくら、お前、深夜に10万を返せじゃないけど、もう。いや、もう20万、20万くらい返せ。返すじゃなくなるけどね、もう。納めろ、金を。その時、さくらに何度と聞くバカはいなかった。なんでこいつは、ね、若葉どこがいいの？評価 B だし。最終テンション微妙。一回失敗したからな。あ、偽りのバーベキュー。はい、ということで、今回もなんだかんだ1時間ぐらい経ちましたね。あ、というか、一つの話につき5個いるんだ。なんだっけ、こいつ。名前。ホストかぶれの男のさ、ホストかぶれの男のバッジ。それ探したかったな。1は全然気づかなかったから、3はこれ、全部探せるように頑張るか、ここ。はい、ということでね、バカサスペンス、今 CM 流れてるけど、うん、全然関係ない広告が流れておりますが、バカサスペンス第2話いかがだったでしょうか。相変わらず、バカですね。このゲームにおいては褒め言葉なんだろうな。バカサスペンスって名乗ってるぐらいだから、褒め言葉でしょう。バカだね、みんな。で、深夜普通にかわいそうだったな。枕になっちゃったよ。深夜がね、無事に回復することを祈って、普通にただただ深夜がかわいそうだったのと、さくらやっぱなんでこいつ可愛がられてるんだろうっていう疑問がさらに膨らんだ回でしたが、まあまあどこかしらなんかあるのかな。あ、可愛い子だなっていうところが、今のところやっぱしずくちゃんが一番可愛らしいかな。まあこんな感じで、ね、事件もキャラもね、もうバカ揃いなんで。忘れた頃にまた、最初にも言った通り忘れた頃にやるけど忘れはしないので、ちょっとバカ成分欲しいなって時に、今はね逆転刑事中心にやってるので、みつるぎとの推理が多いんですけど、しっかりとした事件をしっかりと推理しておりますが、バカげた事件をもうバカ満載の仲間たちとね、こう推理するっていう、まあ、それもねちょくちょく挟んでいく形でこれからもやっていこうと思います。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。3月16日までにと言っても、もう3月16日来ちゃうんだけど来ちゃうんだけど、チャンネル登録者様500人目指して頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけたら幸いです。チャンネル登録者様500人行きましたら、ライブ 2D 体に進化して、まあ、VTuber みたいな形に進化して、表情や動きなんかも込みで、より一層皆様に楽しんでいただけるような動画作りができるように頑張ろうと思っていますので、よかったら応援よろしくお願いします。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みむでした。バイバイ。